はい、皆さんこんにちは。こんにちは。毎度おなじみ鈴木孝弘です。はい、孝弘さん、はい、はい、ゴールデンウィーク真っ最中ですけれども。そうだね。何してる？ゴールデンウィーク。まあ家にずっといますけどもね。ずっといるだけ。まあ動画の編集したりね、ジャイアンツの中継を見たりねしてますけども。ジャイアンツも連戦もないよね。そうなんですよね、うん、ちょっと飛び飛びでやってるけど、はい、うん、まあ新しい外人の選手も来てることだし、はい、早速今日は何やるんですか？今日はですね、好調、うん、ウィーラー選手についてウィーラー話していきたいなというふうに思っております。この好調のウィーラー選手、高原さんから見たウィーラー選手の良さとかお話していただきたいな。今日は早いね、ペラ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 。それでちょっと、今日は滑舌がゆっくりお話しした方がいいんじゃないですか。はい、ちょっと落ち着きたいと思います。はい、もう一回言いますか？大丈夫ですか？いや別に。はい、ウィーラー選手です。はい、うん、まあ、非常に日本の野球に対応しているっていう、まあ、2015年から19年まで楽天にいて、うん、僕も現役当時が戦ったことはあるんだけども、はい、非常にこうチャンスに強いし、野球を知ってるし、その状況において何をしたらいいのかっていうのをこうやっぱりこう冷静になって考えられるバッターなんじゃないかなっていうのは感じてた。あと非常にこう明るいというか、はい、うん、チームが勝ってようが負けてようが、やっぱ自分のその一つ一つの打席に集中するっていうか、なんかこう多くの外人を見ると、なんか自分のことを考えてる打席内で、チームのためにどうやったらこう勝つためにっていうことを考えてる外人の選手って結構やっぱこう分かれたりするのね。なるほど。そういう選手は僕見てきたこともあったんだけども、はい、やはりウィーラーはその献身性っていうか、うん、まあ、ヤンキースでプレーしてたっていうのもこうそのスピリットがね持って、やっぱ日本野球球界に来てると思うし、本当勝つためには何をすべきかっていうのをこうなんか大和魂を持ってるような感じなのかな。うん、はいはいはい。非常に明るいじゃない。明るいですね。明るいし、外野も守れるし、サードも守れるし、もちろんファーストも守れるし、ちょっとセカンドがね、若い選手がなかなか結果を出せないときに、まあコロナで1軍を外れて2軍の練習でもセカンドの練習してたみたいだからね、うん、そういう貪欲性っていうか、やっぱ、はい、自分が出てどういう表現をするのかとか、ここしかできないじゃなくて、そこ空いてるんだと俺もやるっていうようなファイティングスピリットがあるから、はい、まあ、そこはチームにいい影響を与えてると思うし、はい、まあ、なんせ明るいよね。明るいし、僕も現役当時ラミちゃん、確かに、ね、ラミちゃん明るかった、うん、一緒にやってだけども、はい、ベンチ前から一人一人のこうパフォーマンスをやって、こうチームの士気とかチームのコミュニケーションとかも高めてたし、まあ、常に何ていうのかな、戦う姿勢をこう持ってるというか、うんうんうん、まあ、テイムズはね怪我をしたじゃないですか、はい、でそこでいきなりまた入って連続ヒット打って最後に決勝点のホームランでしょ、うん、でどんなことでもやっぱ腐ってないんだよね。腐ってないっていうか、常に準備を待ってるっていうか、はいはいはい、どんな状況においても準備をし続けながら、自分の来たるべきパフォーマンスを出すためにベストを尽くしてるっていうような選手だと思うんです。非常にこう、献身性が高い選手だなと。うんうんうん。フォアザチームのプレイヤー。フォアザチームだね。うん、で、意外とね、盗塁がうまいのよ。そうなんですか。数は少ないんだけど、ディレードスチールであったりとか、はい、バッテリーのこの隙をつくのが上手。あで、バッティングにおいても、やっぱ逆方向を中心に打つし、はい、チャンスになれば、もちろん一発を狙うっていうケースもあるんだけど、大振りしないでしょ、基本。はいはいはい。しっかりボールも長く見れるし、うん、その状況において、打つべき球を、やっぱりしっかり自分でチョイスできてるんで、強引さがないじゃないですか。はいはい。なんか怖いよね。ホームランはそんなに少ないかもしれないけど、こうやって打率が今、5割1分9厘でしょ。はい、5割超えてますね。まあ、2回に1回はヒット打ってるっていう計算になるよね、うん、単純でも。だからそこがチャンスが回ってきたときに、やっぱ怖い。でも長打率が今8割、まあ、8割8分5厘、9割近くある。そうですね、そうですね。はい。うん、だから、こう、ランナー2塁にいると、これ相手バッテリーに与える恐怖、プレッシャーっていうものは、非常にこう、チームとして与えているんじゃないかな。その存在がね。うん。うん、先発で出ても活躍するし、途中から出ても、ね、自分の役割っていうのを全うするし、原監督もとっても重宝してると思うね、僕は。ちゃんと数字を残して、かつ、ね、どこでもやれる、なんか海外からのユーティリティの方ってあんまりいらっしゃらなかったかなって感じがやっぱりしますけど、なんかやっぱりそのポジション固定みたいなのが、ね、常みたいなところありましたけど、あとはほら、そのメジャーリーガーが持ってる自分のこうここまで歩んできた経験と、俺はここで生きてきたんだっていうのがあるじゃないですか。はいはいはい。サードしか守れないとか、
じゃあレフト行けって言ったらっていう顔したりとかする人もいるんだけど、ウィーラーも言われたところをベスト尽くしてるよね。なかなかいないんじゃない。本当にジャイアンツに来てくれて本当にありがとうって言う。またね、ほら楽天でちょっとこう調整が続いたところでこうね、いいトレードがあって、また活躍の場なんかすごくまた燃えたぎってるものがあったんじゃないかな。そこがいいエネルギーがやっぱ試合になっていい結果につながってると思うんで、うん、これからも活躍期待したいですし、共になんかね喜び合いたいですね。そうだね、やっぱウィーラーが起爆剤になるし、まあテイムズは怪我をしてしまったけれども、まあ、スモークね、スモーク、はい、非常に活躍をしてるし、まあ、僕はまだ球場で見に行ってはないんだけれども、テレビ越しから見えるスモークの構えとか懐の深さとかボールの選球眼の良さとか持ち前のねパワーっていうか、意外と率も残してフォアボールも稼げて、左はなんかどちらかというと大きいの打てる感じかな。うーん、右はどちらかというとこうコンパクトにミドルヒッターっていう感じかな。はい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 。ただボールの見逃し方もいいし、自分のピラーと一緒にこうボールをちゃんと選択して打ってるんで、来たボールを打ってるんじゃなくてジャッジメントができてると思うんで、うん、まあ、打率も今いいじゃないですか。5割近く打ってるよね。5割超えてましたね。そうだよね、はい、まだ試合数が少ないので率は高いのかもしれないけど、やっぱ調子がいいと思うよね、うんうんうん、今後スモークが入ることによって、まあ、5番以降の厚み、うん、だから2枚軸でできるかもしれないね、うんうんうん、そういう期待はすごく感じる。さすがメジャーリーガーだなっていうのは、はい、うん、思うね。あとはやっぱチームに溶け込んでるよね、うん、そこが大きいですか、まあ、あとウィーラーの存在とかそうやって話しかけて、まあ、日本の野球をウィーラーはもう何年もプレーしてるわけで、うん、一方的じゃなくて日本の野球はこうやってるんだぜみたいなことを多分話してると思うんだよね、うん、常に多分横にいると思うから。外人選手って結構横にいるんだよね、一緒に、うん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 、そういういい影響をウィラーが与えてくれると思うし、うん、その情報もしっかりスモークは理解をしながら対応していくっていうので、すごくこう2人にとっても相乗効果でかなと思う、はい、今後のゴールデンウィーク以降のジャイアンツの戦い、高瑠さんどんなこと楽しみにしてますか。まあ、丸がちょっと心配かなっていう打線に、うんうん、おいては、うん、この間も三振後に交代、はい、ありましたね。だし、まあ、原監督がよく使う手法だとは思うんだけど、よく使う手法、うん、まあ、選手を鼓舞するというか、はい、うん、僕はレギュラーじゃなかったのでなかったけど、まあ、レギュラーある選手はもう2回で帰られたりとか、はいはいはい、もう帰っていいぞとか言われたりとか、あ、そういうのがあるんですね。多分原さんなりのこうやり方っていうか、モチベーションの上げ方とか奮起させるっていう意味合いはあると思うんだけど、うん、まあ、丸が少し心配かなっていう頃と、ただまあ外野手ね、若林もいるし聖也もいるし競争が激しくなってきてるんで、はい、その若手にとってはもしかしたらチャンスが訪れるかもしれない。あとはピッチャー陣がちょっと少しお疲れ気味かなと、うんうん、ただまあこのような事態で9連戦もなくなったから、はい、ある種空き日があるんで、はい、そこをうまく使って調整しながらピッチャー陣はまた調整をしてもらって、うん、打線がいいんでね、あの結構追いついて、まあ追いつくまで追いついてちょっと離されるケースもあるんだけど、はい、打線がすごいこう活発活性化して今いいので、なんとかピッチャー陣が踏みとどまってゲームをちょっと作って、先発中継ぎ抑えっていう自分の役割の中でやっぱ失点を最小限に防ぐことができれば、また上位浮上になってくると思うので、そこが見どころかなと、はい、うん、思います、はい、まあ、連休明けまたジャイアンツの戦いを期待する、うん、楽しみに応援していくということで。そうだし、まだ5月ですからね。そうですね、いつもね、いんですけど、いつもいつもちょっとね、焦る必要は全くなくて、いつこうゲーム差が変わるかっていうのも分からなくなる。チーム状態って本当に一気に落ちたりもするし一気に上がったりもするんで、それは先の未来は僕は読めないですけど、うん、今はいい位置にいるんで、それぞれがベストを尽くしてチームのために勝利のために、ファンの方のためにファイティングスピリッツを持って頑張ってもらいたいなと思います。はい、ジャイアンツファンの皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご覧いただきありがとうございました。コメント欄にやってほしいこと、話してほしいことなど、ぜひ送っていただけると嬉しいです。
また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。今後もよろしくお願いします。鈴木貴之でした。